うん、トイレのうんち流れてなかったよしかもさ、うん、便座にさ、うん、なんかお尻からはみ出ましたみたいなさ、うん、うんちめっこりついてたさ汚いんだけど。あ、失礼しましたね、それは。体重がなんかうんこうんこしきらかったみたいなさ。怪獣がうちのトイレ使ってた？綺麗に使ってくれる？あ、すいません、すいません。でもトイレットペーパーもなんか崩れてさ。怪獣うんこしてた？怪獣がなんかうんこしてた後みたいになって。あ、失礼しました、はい。怪獣がうんこしてたって。レイカ曰く、俺は、ケツからチワワ産んでるんだって。ちょっと衝撃的なうんこのでかさだったらしいよ。引くぐらいうんこがでかかったらしい。想像しても物理的に考えてどうやったらそんなでかいうんこができるんだろうって難しいらしい。だからあながち俺が配信とかでさ、うんここれぐらいって言うけど、多分本当に俺アナルこれぐらい広がってんだろうね。いやでもね、冷静に考えたらね、うんこするとき終わった後ウォシュレットするじゃん。たまに痛いときあるんだよね、ウォシュレット。多分クソがでかすぎてケツが切れてる。まあ多分これは持ってるけど、多分ほんとリアルにこれぐらいでうんこ、マジモンスターぐらいで、ケツがでかいからその量のうんこがこびれついてた。だから霊下的には、いやおめえは悪ふざけして手で便器にうんこ塗ったんじゃないかっていうぐらい めっこりうんこついてたんだって。自分のクソこうやって手で乗っけて便器に塗った食ったんじゃないかっていうぐらいめっこり。うんこネタって面白いよね。お腹すいたな。とりあえずサンドイッチ2個とおにぎり1個とクロワッサン、プチクロチョコクロワッサン2個食ったけど、レイカに腹減ったって言っといた。